はい、コロナに負けるな。今本当に大変な状況です。うちの会社も本当になかなか先行きが、不安定で、どうなっていくかなってすごく不安な気持ちになります。だけど、今目の前のことを一生懸命やるだったりとか、今できることをしっかりやっていくっていうことが次につながっていくと思いますので、私も頑張ります。皆さん一緒に頑張りましょう。